忘れちまったが俺だよ、俺ハンバーグだよ、ハンバーグコラボでございます。いやー嬉しいですよ、お声掛けしていただきまして。僕もいつも見てるチャンネルで気になってた方からこんなラブコールをいただきまして、もう早速ご紹介したいと思います。アッキーさんです、よろしくお願いします。お願いいたします。嬉しいですねこの人気チャンネルのアッキーさんとよハンバーグ師匠コラボということで何でアッキーさんは声かけてくださったんですか、はい、本当ですよ。同じハンターカブを乗られてて、うんうん、はい、でキャンプとかあんまり行かれてない感じだったんで、行ってないというか、はい、もうほぼ知らないです。知らないです、はい、なんか、まあ、すごいおこがましいんですけど、はい、一緒に行きたいなと思って。嬉しい、すごくないですか。え、あ、これですか。このキャンプギアですよねちょっとこれがすごいよ。キャンプ道具がこのぎっしり詰まってると思うんですよ、はい、だいぶ入ってますねハンターカブにこんな大荷物乗せるんだっていうのちょっと驚いてますけどねそうですね。あ、でも別のバイクの時も結構やってます。で今日はもうバイクで一緒に行こうかなと思ってるんですけど私ハンターカブの鍵をなくしてしまいまして、はい、どこを探してもないんですよ。ちょっとお願いしますよ。わかります。めっちゃ楽しみにしてました。あの皆さんのね、その秘めたお怒り察してます申し訳ないです。ダダスダダス最上級です。あ、なるほど、ダダスが。いや本当にすいません。でバイクはあるんですよこの一応積んできました。積んでますね、はい、はい、なのでアッキーさんちょっとこれについてきていただくっていう形で。もちろんです、大丈夫です。いいですか、はい、すいません、はい、本当にすいません動画映ってないところでもめちゃくちゃ謝られてて、はい、いやそれは呆れますよね。だって鍵がないってそんなバカな話聞いたことないですよ。だってなので、はい、ここでキャンプ道具を購入できるということなので、はい、もちろん続けたいな、始めたいなと思ってるんで今から購入しようかなと思ってますので。わかりました。これはアッキーさんに教えていただきたいと思います、はい、わかりました。お願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあこちらのアルペンさんでいろいろキャンプグッズの方見たいと思いますんで、はい、行きましょうか。はい、行きましょういや広い浪費浪費めちゃくちゃ良くないですか。ここでキャンプできるじゃんここで確かに。うわうわすごい、ハンモックが。うわハンモックあるじゃん師匠これハンバーグの包みホイル焼きですよ。誰がハンバーグの包みホイル焼きだもう色的にもそんな感じですし、ね、めちゃくちゃ気持ちいい。ちょっと待ってこれなんかめっちゃテンション上がってるじゃん。すごくないこれリビングじゃん。すごいですねこれ。わあめっちゃいいじゃないですか。こんなことになってんのこんなことになってます。これ庭じゃん、もうガスコンロ置いてあってかなりおしゃれですね。これおしゃれだね。だいぶおしゃれですね。でもまあコンパクトなものからまずはあのウーバーイーツ入れないとダメだからねそうですね、あれに入るウーバーサイズ。でもなんかこんなのいいなっていうなんかイメージですね、うん、どういう。いやそのイメージを果てしなく膨らませばこういうことになりますよ。あー理想はこういう感じがやってみたいっていう。でもやっぱその物理的に制限をかけるんだからハンターカブで行くしかないわけだから、そうですね、あそこに詰める現状、うん、あのバッグに詰めるものを買わないと、はい、っていうことなんで。小さい、あれもめちゃくちゃ面白いじゃんこれ。めっちゃいいんですけど、ちょっと大きいかな。あ、ベッド。あ、コットっていうやつですね。ああ、いい。どうですか、寝心地は。どうですか。めちゃくちゃいい。
コットはそうですね、まあ、ちょっとこれ大きいんですけど、ここはあの今日も持ってきました。え、あんなが入ってます、はい、入ってます。これあるとあの直接下に寝てないので、こう底冷えがなるほど、あのちょっと解消されるっていうのもありますね。はい、いやで地面にあの寝なくて済む。そうです、あの今日止まるの止まらないよね。まあでもいろんなのあるんで、なんか買ってもいいとは思います。はい、最低限何がいるか教えてくださいあと何が必要ですか。あとはもうテーブルと、うん、椅子と、うん、あと焚き火台、やっぱ焚き火を楽しむのが結構醍醐味であるので、いい、ね、醍醐味なので、その3点で、まああとテントですかね、やっぱりキャンプは。これすごくない？これキャンプ道具？これはこれキャンプ道具？これリビングだよね。わあ、いやいや、バイクでキャンプ行くんだ。でも夜はそうか、泊まりだったら飲めるね。そうですね、泊まりだったら飲めますね。いや最高じゃん。ああ、もうなんか、ね、なんか出来上がっちゃった。似合ってます、ね、似合ってます。あ、買っちゃった方がいいんじゃないですか。今キャンペーン中なので。あ、キャンペーン中ですか。あ、これ、あ、そう、なるほど。大きいアルコールランプ で、はい、で5万円のガラステーブルついてきて、はい、でいくらでしたっけ。35万円。高いよ。もう井戸田さんの年収を考えたらもう安いお買い物だと思いますので。俺何知ってる。楽しいね。楽しいですね。いろいろありますね。はぁ、目移りしちゃいます。あ、椅子コーナーがありますよ。これ、はい、私持ってるのはこういう感じです。こういう感じのタイプです。下に置けんだ。で、これぐらいになるんだ。はい、そうですね。結構軽量、小さいですよね。でもこれセールだよ。あー、あ、まあこれもいいんですけど安っ。548円のところ。めっちゃ安い。めっちゃ安い。ほら、え、安っ。セールだもん。びっくりした。54%よ。コンパクトになってる。そうです。すごい。まあ。いや、結構この辺りも気になる。これも持ち運べる。こっちは大きい。あ、でかいね。はい、こうなっちゃうか。あ、ダメだ。フレームがついてる。これはダメだ。これペットボトル入れられるよ。あ、でも師匠これダメです。なんで？これでっかいです。でもこれセールだよ。いや、まあセール768円。え、安くない？安いですね。 76% なんか主婦みたいになってますね、さっきからなんか値段。でもまあまあ安いは安いんですけど、ちょっとバイクは無理なので、まあさっきのあそこの。そりゃそうだね、はい、こうなってくるとやっぱキャンプ好きな人はキャンプが楽しみになってくるから、バイクでも行かなくなるよね。これハイエース買うよ。でもなんかモッチさんですけど、バイクに制限があるから詰める中でやれるかもしれない、うん、確かに。やっぱキャンプは手間を楽しむ、手間を楽しむのがやっぱり。自分がバイク乗りっていうことを見失ってた。あの鍵を忘れたことに。ここに一堂に展示されたるじゃん。あ、でもバイクは、まあ、これだね。そうですね、がやっぱ一番いいかなと思いますね。まあじゃあこれかな。じゃあ、まあ、そうですね、軽量とコンパクト、それになるかなって感じはします。最高です、すごく、うん。座り心地はもうほぼ一緒ですね、まあ、これとこれはね。ここの背もたれのあれが違うだけ、はい、頭の部分が背もたれが長い場合。あ、入る、絶対入ります。これ見てください、お値段2万1000ちょっと待って。え、座り心地が最高なんです。それが師匠に言ってます。先生、はい。え、重さが違います、軽いです。これ、あ、いや、でもいいです、こっちにします。おいいよ、このちっちゃいのだったら買ってあげる。え、
椅子。本当ですか、うん、え、本当にいいんですか。いいよ。マジですか。あ、サイズ的にはちょうどだ。サイズはちょうどいいです。あの、今日の前半のなかったことにしようとしてる。なかったことにはならないんだけど、埋め合わせはしようとしてる。あ、なるほど。じゃあこのちっちゃい茶色もください。ありがとうございます。小さいじゃん、これ。いいじゃん、コールマン。すごい小さいですね。でも高さもあっていいですね。なんかあの、これはこれですごい素敵な商品なんですけど、私が持ってるやつは、うん、足ももうぺったんこなので、もっとペタッと小さく平らにできるので。あ、そうなんですか。そうなんです。高さを取るか、よりコンパクトを求めるかっていうのがありますね。低くても私は全然いいと思います。でも調理とかをなんかがっつりやりたいとかだと高い方がやりやすいですね。低すぎるとこうなっちゃって、椅子に座りながらやるので。あ、用意してくれてる。あ、椅子イメージ。そうですね、座っててもこれは高さがあるので置きやすいし取りやすいです。そうですね、もう全然こうバラせ。あ、これだったら入りますね、うん、なるほどなるほど。だいぶコンパクトだと思う。これ超おすすめじゃ、なんじゃないですか。最新アイテムですか。これ新作です。新作、はい、ニューモデル。あ、そういうの好き。ほんとちっちゃいんで便利です。これじゃあちょっと候補ですね。あ、候補で、はい。お値段は。あ、そうです、お値段。値段は4480円ですね、はい。そう、私のやつは、まあ、こんな小さくないんですけど、私のはこういう似た感じので、ものすごい小さいんです。こんな斜めになってる。あ、違います。あの、これテーブルとして機能してないじゃん。ちゃんとあのできるようになってます。ちょっとこれは初めてなんですけど、思ってた以上に小さい。でもすごい、めちゃくちゃコンパクト。こういうことなの。あ、板みたいな、こういう感じで。これテーブル？テーブルです。ちっちゃいですけど。ちっちゃいにしては7150円。まあ、軽量じゃないですか。軽さどうですか。軽い、やっぱり。あれ、今俺持ってますこれ。持ってます。持ってる。持ってます。ぴったりだな。リブラスラップを置いてぴったりで、ちょっと幅あるから、はい、だからここにソーセージとか置けますもんね。ギリギリハンバーグ置けるな、ここに。あ、1ビブラ。これは 0.7 ビブラ。持ってます。え、これですか。ビブラ。いや、ビブラは持ってないですね、うん、変わってますね。3ビブライコール1テンガラ。もう良くないですかそれ。まだやります、それ。高さは、高さ1テンガラですね、これも。もういいですよ。もういいですよ、それ。なんで使わないんですか。使ってほしいからいっぱいやってんのに。でもキャンプだとそうですね、高くても多分バイク用とかだったら、まあ膝下とかぐらいか、膝ぐらいですかね、コンパクトなやつだと。なんか一番最初に見たちょっと背の高いっていう、ね、そうですね、足つきの新作、はい、新作の あれが多分この高さだとちょうどいいかなとは思いますけど。あ、すぐ持ってきてくれた。全然これよ。俺テーブルこれにします。お、すごい、もう決めました。うん、アッキーさん欲しいんですか。なんかセカンド的な感じで。セカンドテーブル、なんかちょっとしたテーブルで。あれ、すごい、ワンタッチだ。簡単。いいよ。いいんですか。いい、全然いい。本当ですか。うん、全然大丈夫。その代わりもあれ、はい、あの、カギっていう二文字、もう、カもギも言っちゃダメよ。え、それ結構難しいですよ。カとギをなしで喋って、これから。カダメって結構難しい。ギはまあ、確かにギはね、はい、いやでも本当にちょっとご迷惑かけちゃったんで、全然これ。あ、やって、本当ですか。
おめでとうございます。プレゼントします。テーブルでよければ。ありがとうございます、はい、展示がギュッとしてないところがまたいいね。あ、いろいろ見られていいですよね。首大根トジック私使ってるのこんな感じですね、はい、キャンプツーリングの時これなんかすごい楽そうだった。あ、はい、そうですね、高さがちょっとありますね。これでも網がついてないんだ。 でもここがこのままこれでやるんですけど、やっぱ使ってるとここ焦げつきますよね、だんだん。あ、じゃあこっちの方がいいんだ、うん、これはなんか選ぶポイントは、これもすごい、もうこれ全部外して平らで、すごい薄綿になるので、とっても軽いです。ちょっと厚めのアルミホイル。はい。でも巻き乗せても全然大丈夫です。ちょっと作ってみてもいいですか。あ、どうぞ。最初真ん中だの方が私はやりやすい。そうか、これ風防か、はい、で横につけてもらって。ああ、なるほどなるほど、はい、なるほど。ああ、簡単、はい、っていうのもできる。こう、はい、こうでもいいし、はい、さっきみたいに、あ、そうですね、半分とかもこうでもいいし、はい、できる。ちょっと火から遠くしたかったらこうすれば、はい、これハンバーグ焼ける。いや、でもこれにあれを置くから、フライパン、はいはい、焼けます、大丈夫です。炭とかもちゃんと入れれば、うん、大丈夫です。いいね、すごい。買おうかな。お揃いになりますね、ほぼ。純一がこんなの持ってたな。すごいこれ簡単に作れる。だいぶ軽いと思います、これ。ね、テントって泊まる前提ってことですか。あ、でも私泊まんない時でも張ります。え、なんで。あの、荷物とかを置いたりとか、ちょっと昼寝したりとか。昼寝はもうあの椅子でできる。いや、やっぱよりゆっくりできるような。そうね、やっぱその求めるよね、はい、よりよりっていうことで、はい、ここはもう本当にね、いやいや戻ってきたんです。違います違います違います、またっていう感じで来たわけじゃなくて、違うんですよ、戻ったら絶対買わなきゃダメ。これはどれぐらいのサイズなんですか。これが1人から2人ですね、まあ、コンパクトなテントなので、ポール足してもらえればこう開きますね、ここがこう、ここに2本立てて、こういう使い方もいい、ね、はい、できます。めちゃくちゃいいじゃん、はい、買っちゃいましょう。え、どうしようかな。あれ、これ全然1キッポだよ。お得です。安っ。ちょっと失礼していいですか。 あ、もう一つ入ります。ありがとうございます。で、二人もでも寝れますよ。寝れますね、はい、ここに、まあ、ちょっとぴったりになりますけど。いや、そこは一人で寝たい。広めに。いいっすね。いや、なんか思ったより安い。安い。1キュッパ。椅子より安いんだ。そうですね。椅子よりもテントの方が安いんだ。じゃあこれにしよう。これ買います。いや、え、買うんですか、テント。これにします。テーブル、テント、椅子で、焚き火台、はい、これが私めちゃくちゃ買いました。買ったね。いろいろ気になります。楽しくなっちゃう。なんか物どんどん欲しくなっちゃうんですよ。腹減ったな。お腹すきましたね。あの、いいの用意してます。キャンプ場でですか。はい。え、カレーは大丈夫ですか。急にカレー、ココイチもコラボカレーです。めちゃめちゃ美味しい。ありがとうございます。じゃあお会計を。
7万5千。行きましたね。行ったね。買いましたね。大丈夫ですか。最近結構お金使う。使う。はい、お願いします。ありがとうございます。師匠ありがとうございます。いやーもうありがたいです。なんかいいんですかね。すごい師匠めっちゃ買いましたね。せめて1個持ちなよ。持ちます。これじゃあテントも。言われちゃいました。入ってんだから、秋の分も。そうですね。え、入る？あれと思ってる。思ったより小さくない？なんかちっちゃいかもしれないですね。え、ちょっと試していいですか？いや、でも行けんじゃないですか。あ、行けるわ。入った。おオッケー。やった。オッケー。ほら。お、いける。あ、すごいすごい。入りました。完璧じゃん。完璧、ちょうどいい。じゃあこれ持って、はい、キャンプ場の方に。移動しましょう。行きましょう。いやー、買ったよ。行きます。バイクと車で行きましょう。そうですね。現実。おい。おい。いや。いや。うわ。うわ。スペシャル。ハンバーグ。うまそうか。バカうまい。ハンバーグ師匠 YouTube チャンネル、最後までご覧いただきありがとう、いやありがちゅう。チャンネル登録よろにくね。ハンバーグ。